女優の石川恋、27、が29日に自身のインスタグラムを更新。智弁和歌山、和歌山の優勝を祝福した。第103回全国高校野球選手権大会の最終日は29日、甲子園球場で決勝が行われ、智弁和歌山、和歌山が智弁学園、奈良、2-2で勝利。智弁対決を制し、例年以来21年ぶり3度目の優勝を果たした。石川はストーリーズの機能を更新し、智弁和歌山の圧倒的な強さを見せつけられた決勝戦。爆発の止まらない打線と堅い守備が全試合を通して光っていたように思います。本当に強かった。優勝おめでとうございますと祝福。健闘を見せた智弁学園については、そんな智弁和歌山に必死に食らいつき、何度もチャンスを作りつないでいく智弁学園の姿にも感動しました。準優勝おめでとうございますと綴った。最後には智弁対決という歴史的な決勝戦となった今年の甲子園。今回もテレビやアプリを通して熱く追いかけることができて幸せでした。来年こそは現地で観戦したいです、とした。